今日を取ってきたカニはこちら。徳地と一緒に捕まえてきたカニたちですよ。結構なりおります。今回の目的は、こういえば純粋にもう塩でつか、単なるお湯で煮ろうかなって思うぐらい、もうほんと素材の味だけで食うやつを試してみたいなと思ってます。ちょっとね、今究極の贅沢じゃなかったかな。じゃあ取っていこう。これ2個とカニ2個、こいつを使いたいと思います。残りはもう結構トンチのおかずです。もう今日は究極もうね、塩ゆでだけ。うわ、まだ生きとるんかこれ。ギリギリ生きとるね。紫すごい色、ほらこれすっごい色。とてもこんなね、石ガニってやつなんだけど、紫ガニってね、地元の人たちでしたけどさ、このカニをきれいにここではちゃんと洗っとかんと、少し泥臭くなったりもするんでね。きれいになるね、洗ったら。ほら見て、きれいな色。この紫、めちゃめちゃ紫、ほら微妙に切っとかな、こいつ。最後に多分穴から取ったやつ、大きな穴に入ってるとかどうかけど、こいつメスと一緒に入ってたけど、ちょっと痛いって食ってあるな、こいつ。ごめんね、お取り込み中に申し訳ない。いただきます。まあ立派じゃないんですか。次にトッポちゃん、まだ生きとるです。これね、入り口のここだけ砂かんどくけど、蒸したらわかるけど、頭から全部食える。で、砂かんどらんですよね、蒸した時。不思議なものよね。はい、こういうふうにしてきれいに洗ったら、きれいになったね。こいつを次は茹でていきます。どうしよう、塩入れるかどうしようか迷うな。ちょっとだけ塩入れる。ちょっと、これ1杯分ぐらい。すごい、すごいこの音。結構ガチガチ。よし。うわ、生きとるやん。生きてた、生きてた。すごいなんか色出てるぞ。すごいな、これシンプル、ドシンプルよ、ほんと塩だけ。およそちょっとこのカニを茹でるような鍋じゃないんだよね。これ多分なんかこうおしゃれなやつが作るやつやろな。この鍋もひなたのお世話で買ったやつが、ひなたね、ほんと言わんけど9年かな、もう付き合いね、谷垣さんと一緒ぐらいだな、付き合い的には。なんかせっかくやけどね、一人やけど、その辺の話ちょっともう撤回してみようか。ちなみに蛍光炭は、蛍光炭が高校生の時やったかな、中学生の時やった。その時に私がその時教えた速読を習いに来てた生徒なんですよ。あの子がおった時やったかな、全国一番が取ったの。実は龍太郎も貝も教え子の風ですね。ご縁よね。真っ赤だったね、ほら色すごいぞ。色見えるかな、紫やったと思う。真っ赤になりました。美味しそうだな。このままあと5分ぐらい入れとこうかな。さあ、そろそろできたかな。お、真っ赤真っ赤、いい感じ。ほらちょっと熱いな、ほんと。このスープ絶対うまくなるね。これ味噌汁にしたらうまいんじゃないか、これ。いい感じ。あ、これもいい感じ。究極だな、単なる塩ゆで。究極だろこれ。他に味付けせずに、はい、できました。これ完成。すごいぞ、カニ、紫ガニ。まあ紫やったけど、ゆでたら真っ赤にやっぱなります。ほらでも色が、柄がすごいねこれ。で、トッポ、これもう上だけ洗っただけ、もう丸々くり抜いて食おうかと思う。これね、中砂かんどそうやけど、ガタに置くけど、あんま砂かんどらんといですよ、珍しく。じゃあ、ケイコッタンとこれ食ってみたいと思います。はい、ケイコッタン。カニとトッポできたね。美味しそうですね。まあ、ひとしお前はもっとたくさんこの大きなやつが取れてたらしい。うん、これ紫だったんですか、この子。紫、紫、相変わらず紫やったよ、こいつ。相変わらず紫やったですね。さあ、というき、あんまり味噌入っとらないな、これ。
インサート用って思ったけど水の入っとらんなあれ、あんまり入っとらんぞ。あら、あれこいつ痩せとった。よいしょ、うわほら、な、どうした味噌そんなものか、お前の味噌は。待ってやろうか、肩掛け。あー、じゃあ、ね、ありがとうございます。くぞ、結構大変。あ、ちょっと味噌入ってんじゃん、金味噌。いいな、おい、ちゃんと入ってんじゃん、ここ結構大変。はい、待っとってやっけ。ここ食えんけんね、灰の部分はね。はい、なんか結構大変、何でも食いそうやもんね。いや、いただきます。いただきます。取ってきた、そのままやっけ、そのままやっけね、こいつ。じゃあ味噌からいってみようかな、おい。あ、いいですね。味噌からいこうか。あんま味噌入ってない、おいの方ひどかぞ。これ紫がね、あんま頭良くなかったかもしれない味噌がそもそも何なのかわからんと思う。そうですよね、何の部分なのか、こいつ部門つうかあ、じゃあ味噌いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい、おいしい。あ、うまい、ちょうどいいです。ほんとこれ味噌缶の中とかよ、ほんと味噌も少なかった、多いんと結構たんの方の味噌結構多かったね。そうですね。またまあちょっと若干苦いです。苦い、はい。なんかね、満月で取っとかよかとか新月で取っとかよかと味変わるらしかもね。へえ。いや、いい味噌じゃん、そこ真ん中のやつ。あ、おいもここの味噌うまいぞこいつはうまい。じゃあおいも身の方いくぜ。おいや、いただきます。あー、うまい、うん、甘いね。ですね。あー、カニだけで茹でてよかぼたっこい。塩入れんでよか、こいつの持ってる持ち味で味のデート。いや、うまいな。これ身詰まってますよね、絶対ボディの中に。そうね。ちなみにけいこちゃんのお酢はメスと一緒だった。あら、申し訳なかった。どうしてメスやった時に逃がしたさ。あー、なるほど。ダリーが取ってきて旦那さん、旦那さん、私略奪愛です。そう、略奪愛やっちゃったね、略奪愛。じゃあ、トッポちゃん行く。あ、いいですか。楽しみです。トッポちゃんはブスって刺してこう、おいや、トッポちゃんのほら見えるかな、トッポちゃんの身。もうこれ丸々いくぞ、ここ抜けた、抜けました。おー、完璧やん。いくよ。はい、はい、いただきます。いただきます。やっぱトッポちゃんまだね。なんでこんなにこう貝のいいとこしかないんでしょうね。でも全部食えるやん。磯の香りがふんだんに、うん、食感もよく、うん、濃厚、うん、トッポちゃん残りはもう結構たちにあっけ私んちにあるんですね。お父さんお母さんもね、お兄ちゃん食べてくださいはい、ありがとうございます。結構たん殻ごと食ったっけ前。そうですね、もう今や早くそうしようかなって考えてる段階はカメラ回ってるからそうしないの。そうですね、やめて絶対ね、消化不良起こすと。同じ人間だもん。いいっすかね、殻ごと食べて。うん、な、マジスナックなしごとこれ。お湯は勧めんけんね、その食い方。うん、絶対私もおすすめしないですよ自分で言うかカニ爪うん、うん、うまい、うん、こいつうめえ、カニ爪。こいつカニ爪ばっかり四つぐらい持っとらんかな、これこいつに無駄な場所ってある。多分中へ、あー、トゲトゲ、うん、トゲトゲの理由なんか考えてみようか、勝手に。ファッションファッションこの真ん中のこいつ、よう分からんと思う。あ、鼻のところのやつですよ。おー、なんか足の逆になったかもしれない、ほらこれなんですよ、これここなんか、二本足のちょっとなんか飛び込んでたことしたよね、こいつ。いや、待って、こう、スコーンってあー、違ったみたいな、イングロットみたいな感じで、イングロットはい、完成、完成だった何ができたんですか終了、これ舐め切ったですよ、ほらカニとトッポが美味しそうだと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。
時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。